はい、どうもこんばんは、レディオサイエンスです。よろしくお願いします。はい、ということで、前回のツイキャスが1週間前ですか。ついこの間。そうですね、そうですね。ちょっとまあいつもね、レディオサイエンス毎月第1、第3水曜日に配信してるんですけども、2月はちょっと、新しいですね、ツイキャスサポーターウルトラというのが始まって、ちょっと準備の時間をいただきました、ので、先週になって今週やって、そして神戸もね、ようやくライブが少しずつできるようになってきて、もうついこの間の、土日にね、神戸に行ってまいりました。ということで、なんかこの1週間は久しぶりにめちゃくちゃ歌ってるというか、そうですね、音楽やっててですね、そうですね、すごい楽しい時間でですね、こう、まあ、確かにね、喉とか、疲労感もありますけれども、逆にこう、なんて言うんでしょう、スイッチが切れてないので、なんかこういいパサパサかいい枯れ方っていうんですか、カラオケの後半 の、 声出てる、カサカサした心地いい感じみたいなところでですね、今日は、お届けできるんじゃないかなと思います。はい、ちょっと僕は一回スイッチを切ってしまったそうなんですか、喉的には完全に切ったんですね。なるほど、うん、はい、ダディな感じで、うん、パサパサ感ってあれだけど、ちょっとね、ちょっと枯れたいい声で今日はお届けしようかなと、ね、大人の男ということですね。大人の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 遊んでますよ、はい、冒頭からそうですね、うん、さあ、1時間、はい、ほどですね、音楽をお届けしていきますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。先ほどお話ししましたが、ツイキャスサポーターというのをですね、募って、ライブの方をやらせていただいております。詳しくはレディオサイエンスのオフィシャルホームページをご覧ください。それでは、今日もツイキャスサポーターの方々を紹介していこうと思います。いつもありがとうございます。これからも素敵な歌を楽しみにしています。あけみさん、いつも癒しをありがとうございます。けいさん、春らしくなってきましたね。私は新生活に入ります。レディオサイエンスにいっぱい会えるといいな。てこさん、神戸 2days 楽しすぎて夢のようでした。明日はひな祭り、太陽のように暖かい。りょういちさん、さこちゃん、たくさんの幸せをありがとう、大好き。リープリンセンさんとまゆみさん、春がすぐそこまで来てますね。りょういちさん、さこちゃんにたくさん会えますように。ちずさん、元気とパワーをいつもありがとうございます。早く会いたいな。ハレルさん、そしてユミさん、しおり&ピンクブタさん、かよちゃんさん、みささん、みやさん、ばばまことみみくまさん、ショコラさん、みっちーさん、みほさん、すみれいろさんのご支援によって今日もライブをさせていただきます。ありがとうございます。そして、画面の向こうのね、あなた、今日も出席の方を取っていこうと思います。それでは、サポーターの皆様ありがとうございます。で、今日も始めていこうと思いますのでね、もう皆さん、たくさんお礼言ってくださってますけども、ここから、ありがとうございますっていうですね、コメントを拾っていこうと思いますので、ぜひ参加してください。サポーターの皆様、今日もありがとうございます。一生懸命歌わせていただきます。はい、ケイ、リプリセス、ミヤ、チズちゃん、ルノン、カオリン、ミーちゃん、カヨちゃん、カナコ、クニミキ、イッシー、マーポン、アミル、ルノン、母、ナオミ、クー、ノイチゴ、トンスケ、ママ、ハルル、スミレイロ、ジュンちゃん、エツピョン、コマピ、ウサミミ、リコ、キムル、マヨミ、アケコ、ネコジマ、マツマツ、アイリ、ユーコ、カオちゃん、マロン、ヒーちゃん、ショコ、シオリノン、ヒマちゃん、コチャマ、ピク、キララ、テコ、渡辺のりこ、アルコハニコ、ヒッポ、トモカ、キハラ、カナ、カエちゃん、チャーチュン、私、マリモン、ピンクブタ、カホ、こんなもんでどうでしょう、ミホ、こんなもんでどうでしょう、ケントババ、チーちゃん、こんなもんでどうでしょう、スプ、ヒロミ、ウル。それでは最後まで楽しんでいってください。レイちゃん、スリー、フォー。出会いは不思議なもの、見慣れた景色さえも変えてしまう。期待と不安、何か始まる。
気がしてる。作り物の翼を広げるより歩こう。自分の足で泥だらけで空を見上げ、君のそばで届け遥か彼方で輝く。あれが僕らの未来だ。憧れじゃなくて願い事じゃなくて、いつか君と立つ近いの場所。手と足が同時に出てしまう。幼い子を真のように不器用でもいい、いざ進もう。君と描いた明日を愛し抜いてみせるよ。何度もなくしてきた、ありもしない自信を、そんな夜は信じていた。僕は君を、君が僕を。借りたままの優しさ、強さに変えて返したい。君の両手に、そして将来出会う命に胸を張り届け。限界も後悔も越えて、あれが僕らの未来だ。夢の切れ端を繋いで果てにしよう。風にたなびかせて迷わないように愛し抜いてみせるよ。
さあデリアサンスの、3月一発目のですねツイキャスライブが、始まりました。1曲目は、フラグメントというオリジナルの曲をお届けしました。今日はね、オリジナル曲たくさんやろうかなと思っています。3月といえば卒業や旅立ちの、月になりますが、続いての曲はですね、久しぶりに、とても久しぶりに恋人が遠くに、旅立ってしまう、そんな、遠距離恋愛になる直前の恋人の最後の、最後にはならないか、最後にって言っちゃうと終わっちゃうけどその恋人が、その離れ離れになる前最後のドライブを歌った曲をお届けします。それでは聴いてください。ドライブ。メロ忘れてない？あ、そっち。チャンチャラチャンで。そっちか。そっちか。そっちでいいと思う。決めるやつ。あ、どっちでも。どっちが。すごいいい感じ。そう、今しっとり語っちゃったからね。走り出す涙色の空の下、さよならって不意に歌い出したカステレを、出会った頃によく君が聴いてた歌。ああ明日から君は都会の人ぬくって開けられない涙もあるだろうか、この街の幸せを全部胸に集めて、手をつないで片手運転、君は歌っているんだ。少しかすれた声が切ないほど愛しくて、赤信号の隙にキスした。初めてのデートは小さな時計台の下で、街を合せてみたファンタジー映画だったね。照らされ少し日に焼けたみたい。ああ約束のままで行けなかった海、また来る月の夏に叶えられるだろうか、この街の幸せをいつかもっと作る。遠く離れていても決して消えはしない、暗いに箱で雲を追い越して進むアスファルトの道、ねえ未来はどこまで続いてるんだろう。
ちの幸せを全部胸に集めて手をつないで片手運転今日は笑っていたいよ見られない黒髪が国道の風に揺れる変わってしまうものもあるだろうけど、oh, この手を離したりしないから切ない MC から入ったからちょっとなんかこういやちょっと切ない感じこれ切ないんですよ実は、ね、実はっていうかね曲はねすごくこうドライブの風景を歌ってるので曲調もね爽やかなこうリズミカルな感じなんですけど、そこにこうにじむね切なさがいいんですよいいんですよっていうかあのねこの歌詞まあ僕全曲歌詞書いてるのであれなんですけどこの歌詞の中でねおすすめの場所はたくさんあるんですけど意外と触れられていない俺のおすすめポイントがねあるんですよそれがね一番最後のサビの見慣れない黒髪っていうのが僕の中ではね結構ポイントになっていて少しずつこう変わっていっちゃうんですねそうそう上京して例えば、今までは学生で髪の毛もね好きにしてたけど仕事を例えば都会って言ってるからねまあこう今の町よりももっと大きな町に行ってお仕事をするときに黒髪になっているっていうこのね意味があるんですよこう一つ一つで実はこうストーリーがあるっていうのねそうそんな隠れたおすすめポイントでした全曲ねあの一つ一つの単語にも実は意味があったりしますのでレディオサイエンスの曲ねぜひ歌詞もたくさん聴いてみていただけたらなと思います、はい、それでは、もう一曲恋愛の曲をお届けしようかなと思います。で、リオサイエンスが2月と3月に、だけですね。本当にこの2ヶ月しか、歌わない曲が1曲あります。2月の、バレンタインデー、そして3月のホワイトデー、そして旅立ちや卒業の季節。この曲の情景としてはですね、ホワイトデーの歌になりますバレンタインデーに思いを伝えられなかった別れがすぐそこに迫っているそんな狭間にあるホワイトデーの、景色を歌った曲ですそれでは聴いてくださいホワイト渡せなかった甘い思い今も机の中もう溶けてしまいそう窓に虹
顔を遠く見つめてる。私はまだまだだな、一人唇噛むだけ、二人の出せなかった甘い思い、今も机の中、真っ白なままの恋。ありがとうございます。ね、皆さんバレンタインデーはどんな風に過ごしましたでしょうか。そしてホワイトデーはどんな風に過ごしますでしょうか。
メディオサイエンスはですね、ホワイトデーにも一緒にいることが確定しております。なんでそんなすごい残念そうに言いますやん。ね、まあね、はい、ちなみに仕事がありますから、じゅんさんと一緒にいることも決まっておりまして、ね、はい、決定しております、はい。なんかこの流れで言うとじゅんさんも怪我してるよ。いやいやいや、うん、そんな感じでね、まあレジオサイエンス3月もいろいろライブを予定しておりますが、コントラバスの斉藤淳さん、もう大先輩の方のですね、ライブに、3月19日、2020年3月の19日にですね、出演させていただきますので、会場は渋谷、ジェイジブラッドというですね、めちゃくちゃおしゃれなジャズレストランみたいなところでですね、演奏があります。もうじゅんさんからこの曲やろうよ、レディオと一緒にこう、もうね、かなり長い期間お世話になってるんですけど、じゅんさんがこの曲一緒にやろうよって、あの時やったあの曲めっちゃ良かったよねって言ってあげてくれる曲がですね、もう本当にレディオサイエンスのできればライブで1曲ぐらいにしたいぐらいの必殺技をですね詰め込んだようなあのライブになりそうなので、それとそれとそれもやるんですか、この中にですか、全部やるんですか、ああそうですかっていうようなですね、あのセットリストになりそうなの で、ね、まあ、よかったらぜひ渋谷遊びに来てください。はい、斉藤淳さんもですね、YouTube の方に動画を上げてらっしゃって、で僕たちのその前にねゲスト出演した時の映像なども、淳さんの、YouTube の方に載ってたりするんですけども、確かこれ載ってるんじゃないかなっていう、淳さんと、やったすごい一緒にやってる思い出がねある、この曲をまたまた久しぶりにお届けしようかなと思います。この曲をまあライブにやるかはねちょっと、まだ分かんないんですけども、まあ、またこの曲をじゅんさんといろんなシーンでもやるだろうし、多分 YouTube に確か載ってると思うんで、よかったら見てみてください。それでは久しぶりにこの曲をお届けします。聴いてください、スイート。疲れていた、ああ大事
事なものは星のよう、真暗闇の中浮かぶ、甘えていいよ、わざとわがままも愛の言葉でしょう。街の明かり久しぶりですね。スイートという曲をお届けしましたね。あのスイートはね、あのこの夜の、風景というか心の中を歌った曲なんですけど、もうね、まあ、今日さっき歌詞のこと話してあれですけど、この曲もね、すごくこう一つ一つの単語に、隠れたというか、その単語を使ってる意味みたいなのはすごくあって、月っていうものをね、少しこう調べてみてもらえたら、月っていうのはどういうふうに地球の周りを回っているかとかそういうのを調べるとね、実はこれ意味があるんですよ。月を使ってる意味がね、月の裏側っていうのはどういう意味があるのか、照らされて照らすという言葉、が月とどういうつながりがあるのかなどなどね、少しそういうのもちょっと思いを巡らせるとすごく面白いというか、そこに僕も意味を込めていたりするので、よかったらねちょっと調べてみてください、はい、何でもかんでも僕はこういう狙いで書きましたっていうのもねあれなんで、スイートはね特にこうちょっと自分の中に、意味をねこうちょっと探してみるというのもいいんじゃないかなと思います。ちょっとこう深めの曲なんでね。さあ今日は3月1発目のツイキャスライブで、毎月ね誕生日の、曲を歌わせていただいてるんですが、2月は2回放送があって、1回目に誕生日の曲を歌ってたじゃないですか。そうですね、で後半も2月22日でニャンニャンニャンの日だから、猫が出てくるこの曲やろうよって言って2回連続でやってるんですよ。3回やるのはどうなんだろうという
連続でさすがに毎回曲が変わらなすぎるのはどうなんだろうと一瞬思ったんですけど、逆に言うとこの曲を3回連続でやるなんてことはないんじゃないかと思って、それって逆にいいじゃないと、今後ない、今後ないとかっていうのすごい好きなんで俺二度とないよこれはとかいうの大好きなんでね、そうむしろ珍しい、3回連続でこの曲をやるのね、本当に珍しいので、もうだから3月も一発目からこの曲をやっちゃおうかなと思います。ちなみに3月生まれの方、お誕生日おめでとう、はいおめでとうございます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 、はいはいおめでとうございます、昨日誕生日、あおめでとうございます、いいですね、21日誕生日おめでとうございます、娘さん誕生日おめでとうございます、28、20、はいおめでとうございます、娘さん3月、いいですね、おめでとうございます、ね、おめでとうございます、13日おめでとうございます、はい娘さんおめでとうございます、お母様ね、誕生日おめでとう、ひな祭り25日14日いますね、3月生まれ多いですね、たくさんいますね、お孫さんが2歳、あらおめでとうございます、おめでとう、おめでとうございます、あお父様の誕生日、娘さんの誕生日おめでとうございます、いやめちゃくちゃいるね本当に、ね、え今日すごいね、ごい3月生まればっかり、今までで一番多いんじゃないか、すごいな、ごいこんなにいることもね、あんまないですから ね、はい、嬉しいですね、とっても素敵な日ですね、じゃあいいじゃないですか、この三連ちゃんの猫ちゃんいっちゃいたいと思います、3月生まれのあなた誕生日おめでとうございます、それでは3月バージョンでお届けします、聞いてください、小さな猫の首飾り、3月の誕生日ね、欲しいもの花に君はいつも曖昧なふりで、僕がこんな風に悩んでる仕草をなんかちょっと嬉しそうに見てた、出会わなければきっと知らなかった裏取り、歩いた道が靴底こする感覚を頼りに一人、3月生まれの君の笑顔探しに行こう、確かあんな扉だった、あの日君が手に取ってた小さな猫の首飾り、リボンと包み紙開いた瞬間に君は急にうつむいて黙った、髪の毛の隙間に覗く真っ赤な頬に実はずっと気づいていたけど、この狭い部屋に似合わないくらいの、ホールのケーキと年の数だけ優しく照らしている明かり、3月生まれの君の笑顔よく見えるよ、それは僕だけの秘密、今は君の胸に揺れる小さな猫の首飾り、ピアノ、
月生まれの君の笑顔見つけたのは確かこんな扉だった。鍵はいつもぶら下げていて小さな猫の隣に、3月生まれの君の笑顔見ていたいよ。僕と金の一匹でずっと君の胸に揺れ続ける小さな猫の。首飾り Thank you. おめでとうございます。おめでとう。ちょっと危ない、やっといた方がいい。ちょっと危ないか、やっとこう。はい、喋ってい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 い。急に喋れと言われるとどうしましょうね。皆さんありがとうございますね。もう3月ですよ。ねえ、3月ですって、ね、もう2022年あげて3ヶ月目に突入しますよ。びっくりなんですけど、僕本当に下手だよね。やめてくれ。3月ですよ。今年も3ヶ月もあったんですよ。うん、3月だから俺はね、勢いですから、ね、しかも3ヶ月終わってないし、2ヶ月だし、あ、だから3ヶ月目にね突入するって。いやー、本当にねえ、3月なんだからねえ、困っちゃったね、もう3月だから。いやー、すごいな。逆にこんなに3月だけで引っ張れるのはねすごいよ。もうすぐ春って、ね、みんなほらね、あったかくなってきてますから今。と思ったら寒くなったりするのが3月ですからね。いやー、本当にそうですね。もう行けますよ、まだ3月でも別に ね。佐古さんこうやって無限に喋るんでしょ。このよくわかんないこと、よくわかんないモードに入るとね、すいませんね、本当ね。さあ、今年はね、まあ、去年一昨年と、まあ、すごくね、まあ、日本というか世界中が大変な状況になって、まあ、この2020年今この段階ではね、本当にまた良くないことも起きたりとかしていますが、まあ、そんな中でも、まあ、オリジナルの曲をたくさん歌ったりとか、あとはやっぱり僕たちが洋楽の日本語歌詞カバーでですね、メジャーデビューをね、したこともあって、洋楽の日本語歌詞ライブだったりとかカバーライブだったりとかっていうのをですね、すごくこう、デビュー当時から年に1回は、やらせていただいていたんですけども、いろんなね、やっぱ最近の流れの中で、なかなかできなくなってしまって、ただ今年はね、
計画して多分すごく素敵な形で皆さんに見ていただけるんじゃないかなと思って計画中ですので、カバーライブもね楽しみにしていただけたらいいなと思います。そのカバーライブの中から、洋楽の日本語歌詞カバーでですね、この3月にぴったりのこの曲を続いては、1曲カバーをお届けしようかなと思います。よかったら一緒に歌ってください。思い出の音吹き抜けた春風重なる面影は頬染めた頃の恋見上げれば五線譜のような電線は変わらずにこの青い空の下今もそっと踊っていた Oh baby can't you see 瞳閉じて繰り返す今歌った曲はね、原曲は M2M、Everything I Do、You Do、Everything You Do だね、という曲に僕が歌詞を書いた、カバー曲でした。カバーライブはですね、僕たちの大好きな、
曲をたくさん歌おうと思います。そしてもうまあもうなかなかこの曲をカバーする人いないんじゃないっていうようなね、名曲なんだけど生で、そして今のこの音楽の、環境でね聴けるっていうのはすごく僕たち的にはおすすめのライブとなっています。それこそクイーンであったりとか 10cc であったりとかエリック・カルメンであったりとかもうたまらないでしょう。知ってる人はあもう YouTube で昔の曲しか聴けませんっていうようなね名曲たちが今もう一度蘇ってお届け、できるですね本当に貴重なライブになりますので、ぜひ開催できることをですね、一緒に祈ってそして楽しみにしていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。知らないと嘘だ本当に、うん、どうなんで、でもね、まあ本当に素敵な曲はね世界中に溢れていて YouTube でも聴けるようになってますので、まあ、僕たちのねそういうライブをきっかけにあこういう曲あるんだって言って毎回必ず曲目リストをですねライブ後にこう配ってぜひ原曲も聴いてくださいって言って終わりになるんですけど僕たちをね入り口にして素敵な洋楽だったりとか邦楽だったりとか、のきっかけにねしていただけるライブにもなると思いますんで開催できますようにと、はい、でもねちょっとね進み始めましたけど計画がめちゃくちゃ良さそうよ。また俺が突然こんなことやりたいって言ってそれがなんか実現しそうなのでね楽しみにしててください。それでは、今日も楽しい時間はあっという間で最後の一曲となりました。最後の一曲は、僕たちのオリジナル曲暁という曲をお届けします。暁の意味は夜明けという意味です。いろいろな人が世界中の人が夜をね明けないんじゃないかと思うような暗闇に、包まれるような時も、あるだろうし、それはその人にしかわからない、ところではあるんですけどそれでも、僕たちの音楽で、一人でも、二人でも、その夜明けをね、一緒に明けるまで待とうといつか開けるんだとそして一緒に待ってくれる人がいるんだと、そんな風に少しでも思ってもらえたら、嬉しいなと思います。それではラスト1曲暁という曲です。聴いてください。ありがとうとさようならを積み木のように重ねながら僕らは手を伸ばしてた。夜空に浮かぶ月に欠けてゆく満ちてゆく心をすべて
してみたい君と幾千の夜を越えてゆこうきらめく揺らめく思いを抱いて完璧じゃないそれがどうしたんだろう削り方の宝石僕ら描いた明日は誰かと同じ色じゃない悔し涙の美しさも叱る声の温かさも知らなかったこんなに素直に笑える僕がいたこと何一つ忘れたくない悲しみの雲が月明かりを隠しても懐かしい煩わしい思いを抱いて完璧じゃないだから歩くんだろう夢見て見失ってまた探し合いながら僕ら手にしたものは残したものより幾千の夜を越えてゆこうきらめく揺らめく思いを抱いて完璧じゃないそれがどうしたんだろう誰もが違った削り方の宝石僕ら描いた明日は誰かと同じ色じゃない。ララ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 ラありがとうございました。この歌をね、またまあ春には、そのカバーライブを、ちょっとやろうかなと思ってる。春というかもうすぐお知らせできるんじゃないかなっていう段階まで来てるんですけど。にカバーライブをやろうと思っていて、そして、また今年もですね、6月夏前から、全国にオリジナル曲を、届けに行こうと思います。この曲を暁という曲を、
一緒に、歌える日が早く来るのを、楽しみにしています。それでは最後にですね、ツイキャスサポーターの方々をもう一度紹介して、終わりにしようと思います。ツイキャスサポーター詳しくはですね、リーダーセンスのオフィシャルホームページをご覧ください。いつもありがとうございます。これからも素敵な歌を楽しみにしています。あけみさん、いつも癒しをありがとうございます。けいさん、春らしくなってきましたね。私は新生活に入ります。レディオサイエンスにいっぱい会えるといいな。てこさん、神戸 2days、楽しすぎて夢のようでした。明日はひな祭り、太陽のように暖かい良一さん、さこ、良一さん、さこちゃん、たくさんの幸せをありがとう。大好き、リープリンセンさんとまゆみさん。春がすぐそこまで来てますね。良一さん、さこちゃんにたくさん会えますように。ちずさん、元気とパワーをいつもありがとうございます。早く会いたいな。はるるさん、そしてゆみさん、しおり&ピンクブタさん、かよちゃんさん、みささん、みやさん、ばばまことみみくまさん、ショコラさん、みっちーさん、みほさん、すみれいろさんの、ご支援によって今日もライブをさせていただきました。ありがとうございます。まあ、レディオサイエンスの音楽は難しいことは歌ってません。あなたと一緒に、自分を好きになれたりとか、自分の嫌いなところを少し許せたりとか、明けないような夜に一人じゃないんだと、少しでも思ってもらえたらいいなと思って歌を歌っています。それではそんなね、僕たちの歌を、聞いてくれた画面の向こうのあなたの名前を、最後に呼んで終わりにしようと思います。幸せは言葉に出すと増えるんです。僕たち2人ね、幸せでしたかって聞きますので、幸せでしたっていうね、そちらを、お名前を呼んでいこうと思います。レディオサイエンス、2人ともめちゃめちゃ幸せでしたけど、幸せだったけど、あなたは幸せでしたか。チズ、アミル、エミリー、テコ、ハニコ、ケイ、キムラ、マユミ、マリ、シオリ、マコト、ハル、レツピョン、チャーチュン、カヨチ、マロン、カオチャ、ピンクブタ、フミヨ、ミミクマ、モカ、チェリー、田中、マコト、レイちゃん、シーちゃん、ミホ、ケイコ、スミレイロ、マリオン、ミユーコ、ルノン、ホシ、マツマツ、サヤ、私、ユリンコ、ワセルナグサ、ハルカッチ、フミヨ、ウル、ヒッポン、モカ、トンスケ、ママ、カホ、カヨちゃん、マコト、マナミ、ルドルフ、カオリン、リコ、ケント、バーバ、カナコ、リプリセス、トモカ、カヤちゃん、ショコ、ジュンちゃん、キララ、東ネコ、カナ、こんなもんどうでしょう。コマピ、ミヤ、ノン、ユリンコ、ピク、キヨ、ミーちゃん、クー、こんなもんどうでしょう。ノイチゴ、カズ、ヒーロー、チーちゃん、キハラ、こんなもんどうでしょう。それではまた音楽の下で会いましょう。レディオサンスでした。またねー。